今回の YouTuber さん紹介ですけども、平坂みのるさんですかね。まあ、あの、YouTuber さんを紹介するというよりも、この人のこの動画について紹介しようと思います。YouTuber さんはどんな方かよくわかりませんけども、今回ね、実際に大スズメバチに刺されてみてね、その症状がどう変化するのかってことを自分の体を持ってレポートしてくださってます。ご覧のように、スズメバチをわざわざ捕まえてきて、 わざわざ手にこうやってね刺されてるんですよその後毒が回ってどうだったのかねすぐに赤く腫れてきてその後ね手がねでっかくなるんですよこうやって倍ほどにでむちゃくちゃ痛いらしいですねその辺は動画そのものを見ていただけばいいんですけども痛くて痛くてしょうがないような状態が続いて手がでっかくてであんまり突っ張ってね動かないみたいです で、ずーっと進めていくと、こんな肘のところまで腫れてる様子。それからね、この方がね、体調の変化をレポートしてくださってるんで、わかりやすいんですけども、なんかその、じんましんみたいなのが出てきたりとかね、手が徐々に動くようになってきたとか、48時間ぐらい経ったらどうなのかとか、まあそういうことずーっとレポートしてくださって、お子さんが刺された場合は、ちょっと想像してください、怖いですよとかね。で、痛みが引いた後は、 こう痒みになってきたりとかね、うん、でどんなお薬を携帯しておけばいいのかみたいなことを話されてますなんともこんなね体当たりの取材をされる方がいるなんて怖いしこれ仕事でもやりたくないですよねスズメバチに実際に刺されてみてだって死ぬって言われてるじゃないですか怖いですねでも本当命がけの人っているんですね それでは動画概要欄につけておきますのでご覧ください。